機械な客。まさむね白鳥。こんな珍しい話がありますよ。あるホテルであったことですがね。ある晩、そのホテルの帳場へ、築地の吉田という町合から電話がかかって、今夜私とこのお客がそちらへ行くから泊めてくれないかと言うんです。なんという方だと聞くと、 名前は今言えないという返事なので、それじゃ困る、とホテルではひとまず断ったのでした。それで、もしもそういう変な客が来たら止めないことにしよう、とホテルでは決めて夜勤のものにそう言い含めておいたのです。ところが、こういう宿屋に勤めている人間のうちにも薄ぼんやりしたものが一人や二人はあるもので、 その晩の夜勤者が不注意にもその問題のお客を止めることになったのです。帽子を深々とかぶって顔中をマスクで覆った一目で変な人間と思われるお客がやすやすと席所を通り抜けて上等の客室へ収まりました。ところがその客は部屋へ入るとそれっきり誰にも顔を見せない。 部屋にいる間は、嬢を下ろして防衣をちへ入れないし、外へ出る時には、朝早くか夜遅くか、人目の薄い時を見て、例の帽子とマスクで顔を隠して、弓を放たれた矢のようにさっと飛び出すのです。ある時、どうした弾みか、戸が少し開いていたので、防衣がこの時こそと中へ入っていくと、 寝床にいたお客は慌てて毛布を頭からかぶって動かない。そういうわけで部屋付きのボーイも一度も客の顔を見ることができないし、無論訪問者は一人もない。時としては二日も部屋にこもって一歩も外へ出る様子がないので、ボーイが気遣ってたびたびノックするんですが全然答えがない。 それで食事はホテルの食物は一度も食べないから何を食べてるのかと不在中に部屋をよく探ってみるとチョコレートのクズとみかんの皮とが散らばっているそれから不思議なのは直キや肌着なんかが一二度来たばかりの新しいのが毎日のようにクズカゴへ突っ込まれているどうも当たり前の人間じゃなさそうだ精神病者かもしれない もしも自殺でもされちゃ大変だから早く出て行ってもらおう。それには最初この客を入れた夜勤者に責任があるんだから責任者に断らせることにしようということになってその男も嫌とは言えなくなっておっかなびっくりで部屋へ出かけて合鍵で開けて入ることは入ったがそうするとお客は非常のごとく部屋を飛び出してどこかへ行っちまうんです。 それで一度不在中に部屋の中からロックして開かないようにしておくと、お客は夜遅く帰ってきて、戸口で開けてください、開けてくださいと嘆願するんです。どうも始末に追えない。しかし、売っちゃっとくわけにはいかないので、全能されている宿料が一週間で尽きた自分に、ホテルのある勇敢なる事務員が強制的追い立てを試みるつもりで出かけていきました。 やはり、合鍵で開けて入ってみると、客は部屋の中ででも例の通りにマスクと帽子とで顔を隠していて、事務員が挨拶しても多いものを取り除けようとしません。一週間の期間が過ぎましたからどうかお立ちのきください。というと、いや、もっと止めていただきます。改めて宿料を納めに参りましても取ってくださらないので当惑しております。 私、いくらでも前金でお払いするつもりでお金は持っているのですから、とお客は言って、ポケットから百円札を2枚も出して、どうかこれで取ってください。いや、お止めするわけには参りません。どうしてです。だってあなたは私がこうしてお尋ねしているのに顔を隠していらっしゃるじゃありませんか。 みんながあなたに対して不安を感じているんですから、お止めするわけに参りません。そうおっしゃらないで止めてくださいな。いいえ、いけません。お客は椅子に腰をかけたまま黙ってるんです。10分、20分と時が過ぎても黙っている。事務員の方では不安に襲われだしたが、勇気を起こして言葉に力を入れて立ちのきを迫ったのですが、 そうするとお客は手をポケットへ入れて何か探っている。ははピストルでも出すのかな、と事務員が警戒しているとお客は黒い丸い曲げ物を出して、その蓋を開けて何かを掴んでひょいと口へ入れました。どうも飴のようなものらしいんです。そして口をもぐもぐさせながら覆面の言い訳をするんです。 私は顔が長くってみっともないから、いつも帽子を深くかぶって、人様にお会いする時でも脱がないことにしています。それから私の口は臭くっていけませんから、いつもマスクをかけることにしているんです。そうですか。そしてこのホテルにお泊まりになるのは何かご事情が終わりになるんですかいや、私はホテルが好きなんです。 誰にも煩わされないでホテルに一人で泊まっていたいんですの。洋食は嫌いですから夜遅く築地の吉田へ行って日本料理を食べさせてもらうことにしております。私は泊めてさえいただければどの点からもホテルへご迷惑はかけません。私の身分をお疑いになるのなら今すぐにでも私の家へ電話をかけますからそこで聞いてください。 お客はそう言って、卓上電話で、小石川の自分の家のものを呼び出しました。おたけかいと言って、その女中らしい相手と話をして、出入りの車宿から車を一台よこすようにと言いつけたりしました。車はまもなくやってきましたが、その車夫に聞くと、真夜中の2時か3時の自分にもご用を仰せつけられるのが普段のことになってるんだそうです。 面白い話ですね。私はある人の話を聞き終わってから言った。防衛の説によるとそのお客はどうも夫人らしいんですよ。もしそうだったらますます面白いですね。谷崎さんの小説の材料になりそうな話じゃありませんか全くそうです。あの人の筆にかかったら断層した海婦人が活躍するでしょう。 私はこの説話物に分かれた後で、谷崎氏の小説中のいろいろな人物を連想したりしていたが、次第にさっきの話の主人公がさほど怪奇な人物であるようには思われなくなった。なるほど、そのお客は婦人なのだろう。洋食の嫌いなこと、時々はみかんと甘いもので飢えをしのいでいること、事故のうまずら、悪臭を気にしていることなどにでも、 婦人らしいところがある。しかし断層しているのは婦人としてホテルに一人で泊まるのが危ぶまれたためなのではあるまいか。そして金持ちらしいこの婦人が世間を避けてホテルの一室で気ままに寝たり起きたりして暮らしたいという気持ちには、私は同感こそすれ、それを奇妙不思議な真理とは思われないのである。 何かの事情で一時家庭を離れてそういうホテルの孤独生活を楽しんでいるのであろうが、夫人のことだから半年も一年もというように長い間そういう生活を続けることはできないに違いない。私は今日英国近感のある怪奇小説集の一編を読んだ。そのあらすじを極めて簡単に述べると、 ある貧しい少年が飢えを感じながら街を歩いていると、ある怪しげな中老男子がそばへ来て、食べ物と金銭等を与える約束をして、少年を自分の家へ連れて行った。そして穴蔵のような陰気なところへ導いた。しかし、約束通りに、いや、それ以上に金貨や宝石をうず高く積み上げて、少年の取るに任せた。 いろいろな珍味加工をも卓上に運んで少年に共応しようとした。しかしそれには愛客がいる。自分の女房を連れてくると階段師は言って、まもなく他の部屋から一個の人間を運んできたが、それは女のミイラであった。階段師の凄みを持った十階によると、彼は全身を上げて妻を愛していたのであったが、 妻が妊娠して産気づいた時に、それが非常の難産であったので、コロコロと苦問をしだした。苦問のあまりに思わず口に出した言葉は、夫以外のある男の名前であった。彼女はその男の種を宿したのだと言って、根性の最後に一目その男に会いたいと口走った。夫は愛と憎しみに苛まれて、 妻の死後もその死骸を保存して復讐を試みることにした。町へ出ては若い男を誘ってきて死骸の妻と会食させながら、己カンプと言ったようにその若い男に飛びついて殺戮するのを例とした。そうしてすでに数十人の少年を同じ方法で殺していた。ところが今度の少年は旅力が非凡に優れていたために、ようやく この階段誌に打ち勝って、城の降りている塔を外して戸外に逃げ出した。階段誌は半死半生の身を引きずりながら、少年の後をどこまでもと追いかけたが、ついに力尽きて路傍に倒れた。私はいろいろなすごい道具立てを作って叙述されているこの怪奇小説を読んでも、さして機械な感じには打たれなかった。世の男女が異性に対する執念は、 日常を自分の周囲に飽きるほど見分しているところなので、さして珍しくはないのである。回帰小説も内容は回帰でないと同様に、日常の生活も見ようによっては回帰不可思議に思われないこともない。私は50年間生きてきた間に人間生活の様々を見てきた。その様々は見慣れた目には平凡に映っているが、新しい目で見直すと、 どれも怪奇に思われないことはない。将来私が生に分かれて死の境に入る刹那にはどういう怪奇な現象を見るかわからないが、私の記憶に残っているこの世における最初の事件はこうである。私はまずそれを見て人生に入ったようなものである。私が三、四歳の頃であった。私は祖母の出来合いの中に育ったのであったが、 祖父は老いて実施のないのを口実にして、かねて養子としていた私の父に祖母を託して、自分は別居してその新宅に若い女を入れていたのであった。自然本宅と別宅とは反目して往来を立っていたのであったが、ある日子守に背負われていた私はその別宅へ招かれて何か甘いものを食べさされたらしかった。 それは私の記憶にとどまっていないのだが、家へ帰ってから祖母の激怒を買って、雨戸の外へ出されたことはよく覚えている。私は声の限りに泣き叫んだ。私の最初の記憶はそれなのだが、歳を取るにつれて、その事件の内容が次第にわかってきたのである。それからもう一つの事件は、私の近所の漁夫の家庭に起こったことで、その漁夫の顔は、 五十年後の今日でも私の心にまざまざと残っている。目のただれた口の曲がった周回な人相をしていたその漁夫は下駄を振り上げて妻や娘を追い回して殴打していた。妻や娘は顔面に鮮血を垂らせながら壁にもたれて泣き叫んでいた。当時四五歳であった私はその光景を一別して極度の恐怖に襲われその漁夫を鬼のように思ったのであったが、 後年、誰に聞いたともなく聞いたところによって判断すると、彼は顔に似合わない好人物であった。それをまたいいことにして、彼の不在中に陰本な妻や娘がおっぴらに丈婦を家に引き入れていたのだそうだ。この二つの事件は私の幼心に最も強く印象された。私はまずこの二つの事件にあった で、ってそれから人生の門へ入ったように思われる。地雷五十年。人生のこと。右を見ても左を見ても回帰と思ってみれば、そう思われるものばかりだ。